山形県総合運動公園、山形県総合運動公園陸上競技場、山形県総合運動公園陸上競技場は、山形県天童市の山形県総合運動公園内にある陸上競技場研究技場である。施設は山形県が所有し、株式会社モンテディオ山形が指定管理者として運営管理を行っている。なお、 山形県南陽市に本社を置く ND ソフトウェアが命名権を取得しており2007年4月1日から ND ソフトスタジアム山形の故障を用いている県内の各種陸上競技大会日本プロサッカーリーグなどサッカーの公式戦ジャパンラグビートップリーグなどの試合が主に開催される1995年に J リーグ開催企画に合わせるため 芝生席だったバックサイド両スタンドの座席化とナイター照明設備の設置が実施され、収容人員はそれまでの1万6千人から2万315人に拡大された。1996年から NEC、山形サッカー部を改組したモンテリオ山形のホームスタジアムとして使用されるようになり、1999年にはモンテリオ山形の J リーグ加盟に合わせた形で、 電光掲示板が設置された。ただ、近年では、山形県特有の厳しい自然環境に長年、さらされていたために老朽化が激しく、J リーグのシーズン中でもたびたび補強工事が行われている。県は2005年から2006年の2年間、二度に渡って命名権の募集を行ったが、応募企業がなかった。2007年、権利獲得額を 年間1200万円に引き下げ再び募集し、山形県南陽市の ND ソフトウェアの一社のみが、当該額で入札して、2007年4月1日から3年間の陸上競技場の命名権を獲得した。これに伴い、陸上競技場は ND ソフトスタジアム山形と呼称されることが決定した。2010年1月22日、前回契約よりも、 増額となる年額2100万円で2010年4月1日から2013年2月28日までの2年11ヶ月の契約で ND ソフトウェアと契約を更新し、引き続き ND ソフトスタジアム山形と呼称される。2012年11月には2013年3月1日から2016年2月29日までの3年間の契約を再更新した。契約金は前回と、 同じく年額2100万円である。2015年11月には2016年3月1日から2019年2月29日までの3年間の契約を再更新した。契約金は前回と同じく年額2100万円である。ND ソフトウェア側はスタジアム名称を通じて企業の知名度が大幅に上がったことでネーミングライツ取得について 好意的な見解を示している。なお、命名権採用後は、基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用される、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の国際試合、大会では、例外として、正式名称を使用する。ありがとうございます。